は、弦を、プレクトラムで弾いて発音する、鍵盤楽器である。英語では、ハープシュコード、フランス語では、クラブサンという。競技には、グランドピアノのような欲系の楽器を指すが、講義には同様の発音機構を持つバージナルや、スピネット等を含めた、発言鍵盤楽器を広く指す。チェンバロは、ルネサンス音楽やバロック音楽で広く使用されたが、18世紀。 後半からピアノの交流とともに徐々に音楽演奏の場から姿を消した。しかし20世紀には古学の歴史交渉的な演奏のために復興され、現代音楽やポピュラー音楽でも用いられている。発言鍵盤楽器の大きさや外形は多様であるが、発音機構の基本は共通している。鍵を押し下げると、鍵の畳に立てられているジャックと呼ばれる板状の棒が、 持ち上がり、ジャックの側面に装着されたプレクトラムが弦を下から上に引いて音を出す。鍵から手を離すとジャックが下がる。この時プレクトラムは回転するタングに取り付けられているため弦を回り込んで下に戻る。ジャックが元の位置に戻るとジャック上部のダンパーによって弦の振動が止められる。以下では蒸気の基本原理をより詳細に説明する。随一。 8フィート2ゲインの一段鍵盤チェンバロの概念図、鍵、ネームバッテン、ネームボード、チューニングピン、ナット、ジャックレール、アッパーガイド、弦、ブリッジ、ヒッチピン、ライナー、ベントサイド、テール、オーバーレール、響き板。ギャップ、アッパーベリーレール、ジャック、ローワーベリーレール、底板、ラック、ガイドピン、ローワーガイド、レストプランク、バランスピン、 キーボードフレーム鍵は単純なテコで、鍵に開けられた穴に差し込まれたバランスピンを支点として動く。ジャックは木製の平たく細長い棒で、鍵の端に垂直に立てられ、上下のジャックガイドで支えられている。ジャックガイドは、スパイン側からチーク側まで走るギャップの中に設置される、細穴のある細長い2枚の板で、この細穴の中をジャックが上下に動く。 アッパーガイドはしばしば稼働である。イタリアのチェンバロでは、ボックススライドと呼ばれる厚みのある、単一のジャックガイドが用いられる。図に、ジャック上部の概念図、弦、タングの軸、タング、プレクトラム、ダンパージャックには、タングという木製の稼働の部品が取り付けられており、タングにはプレクトラムが取り付けられる。タングはプレクトラムに上から力がかかる場合は、動かないが、 下から力がかかる場合は回転して、プレクトラムを反らすように動作する。これによって、プレクトラムが、下から上に弦を引いた後、上から下へは弦を引かずに戻ることができる。タングは、イノシシの毛や薄い真鍮板などで作られたバネによって、保持されており、動いた後は、バネの弾力により元の位置に戻る。プレクトラムは、通常ごくわずかに、 上方向に角度をつけて取り付けられ、弦の限りギりの位置に設置される。歴史的には、プレクトラムは、渡りガラスなどの鳥のうじくで作られていたが、現代では、保守が容易なデルリン製のプレクトラムを用いる場合も多い。プレクトラムが弾く弦の箇所は音質を決定する重要な要素であり、ナットからの距離で示される。ナットに近い位置で弦を弾くと倍音が強調され、 鼻にかかった音色となる。一般にプラッキングポイントの距離は低音域に向かって、全増するが、弦の振動調に対する比率は減少する。ジャックの上部には、フェルト製のダンパーが付けられており、ジャックが持ち上がっていない時にはダンパーが、弦の上に乗り消音するようになっている。図三、シェンバロのジャックの動き、ジャックレール、フェルト、ダンパー、弦、プレクトラム、タング、 タングの軸、バネ、ジャック、タングの動き操作されていない状態のジャック。ジャックの一番上には、フェルト製のダンパーが突き出ており、鍵が押されていない時には、弦の振動を止めている。鍵を押すことで、ジャックが上がり始めた状態。ジャックが上昇するにつれ弦に押し当てられたプレクトラムは、徐々にたわんでいく。プレクトラムは湾曲の限界点を越えて、弦を引き、 振動を起こす。ジャックの垂直に跳ね上がる動きは、ジャックレールによって止められる。ジャックレールの内側は、ジャックの衝撃を和らげるために柔らかいフェルトが付けられている。鍵から手を離すと、鍵のもう一方の端は自重で、元の位置に戻り、それに従って、ジャックも下に降りる。この際、プレクトラムは再び弦に接触するが、タングの働きによって、 ほとんど音を生じさせることなく弦の元に戻る。ジャックが元の位置まで降りると、ダンパーが弦の上に乗り消音する。ブリッジの部分写真。ブリッジの上には弦に触れて、その振動調の一端を決めるブリッジピンが植えられている。ローズ弦の素材には、真鍮、鉄、単動などが使われる。一般に、スケールの短いタイプの楽器では、全域で、 真鍮弦が用いられるが、長いスケールの楽器では高音域に、鉄弦を用い、低音域に、真鍮弦、さらに最低音域では、単動弦が用いられる。弦の一端は小さな輪を作りねじって止めたものを、ヒッチピンにかける。ヒッチピンはライナーに打ち込まれている。もう一方は、チューニングピンに巻き取り、適切な音高となるように調整する。 チューニングピンは硬い木で作られたレストプランクにねじ込まれている。近代的なピアノのような金属フレームを持たないチェンバロは湿度の変化に弱く調律が変動しやすいため演奏者は演奏のみならず自ら調律する技術も要求される。弦はブリッジを介して響き板を振動させる。響き板とケースの構造体は 弦の振動を効率よく空気の振動へ変換し、音量を拡大する。響板は、一般的に頭皮や揉みあるいは糸杉などの針葉樹の木材の2から4ミリメートル程度の薄い板である。イタリアのチェンバローの響板は、裏側全体が、リブで補強されているものが多くあるが、フランドルのルッカース一族お及びその影響を受けた様式のチェンバローの響板は、 リブがあるのは低音側手前の領域のみで、ブリッジの下にはリブを持たない。通常、響き板の低音側の手前の部分には、リュートやギターのように穴が開けられ、木や洋皮紙、または金属の装飾がはめ込まれる、これをローゼと呼ぶ。上面から見たチェンバロイタリアのチェンバロの構造フランドルのチェンバロの構造各様式に、典型的なチェンバロの外形の模式図。 左から、イタリアン、フレミッシュ、フレンチ、イングリッシュ、ジャーマンイタリアのチェンバロのケースは、底板を基礎とした構造で、側板は薄い。製作は底板に、次々に部品を取り付けていく方法で行われる。まず底板が用意され、その上に円に沿って、側板やライナーを支えるための三角形の板が、数枚立てた形で取り付けられる。 数本の補強材とローワーベリーレールが底板を横切って取り付けられ、アッパーベリーレールがローワーベリーレールの上に取り付けられる。2位の上部にライナーが取り付けられ、ベントサイド側のライナーはさらに底板にかけて斜めに補強材が数本取り付けられる。そうしてできた骨格の周囲に側板が貼られる。これに対し、 フランドルのルッカース一族、及びその影響を受けた様式のチェーンバロでは、厚い側板の枠組みが、ケースの構造の基礎となっている。まず側板トレストプランク、ベリーレール、ブレースを組んで、外枠が作られ、響き板を取り付けた後、最後に、底板が取り付けられる。以下の画像の楽器は18世紀フランス様式のもので、あり、後者に属する。レジスターの原理。 上のジャックガイドの位置によって、プレクトラムが弦に触れるか触れないかを調節する。ジャックガイドの動く幅は約 2mm である。鍵の端、フェルト、ジャック、ロワー,ーガイド、アッパーガイド、弦バフ、ストップチェンバロの音量は、打鍵の強弱にはほとんど依存しない。しかしチェンバロは音量、音色を段階的に切り替える仕組みを備えているものが多い。 音色の選択機構及び音色単位そのものをオルガンの用語と同様にレジスターもしくはストップと呼ぶ音量の増加と音色の変化を得る方法として複数の弦列を備えてそれらを共に鳴らすことが挙げられるピッチの異なる弦列を共に鳴らすことも行われる8フィート弦は通常のピッチの弦であり これに対して4フィート弦はオクターブ高く調律される。同様に、稀に用いられる16フィート弦はオクターブ低く、2フィート弦は2オクターブ高くなる。なお、これらのフィートという用語は、オルガンの用語から来ており、実際の弦の長さとは関係ない。異なるピッチの音を共に鳴らすことで、音色の変化を得るという方法は、オルガンと共通のものである。 複数の弦列を共に用いる場合、プレクトラムが同時に弦を弾くようになっているとタッチが重くなり演奏に支障を生じる。そのため各弦列の間で発音にわずかな時差が生じるように調節される。これをスタガリングと呼ぶ。また、スタガリングにより鍵盤を押す速さによって発音の集中の度合いが変化するためタッチによる表現がより豊かになる。 音色の違いは、プラッキングポイントの違いによっても得られる。ナットに近い位置で弾くほど、倍音が強調され、鼻にかかった、明るく細い音になる。同じピッチでプラッキングポイントの異なるレジスターを持つ、場合、相対的にナットに近いところを弾くものを、フロントと呼び、ナットから遠いところを弾くものを、バックと呼ぶ。特にナットに近い位置を弾くレジスターとして、 ナザールがある。その他、弦のナット近くに革やフェルトを接触させて、振動を抑えることで、ピッチカート的な音にする、バフストップ、プレクトラムに揉み革を用いて、柔らかい音を出すポードビュフルなどがある。レジスターの選択は、上のジャックガイドを少し横に動かし、プレクトラムが弦に触らないようにして、上音の状態にすることで実現される。 バフストップの場合は、革やフェルトの小辺の並んだレールを横に動かして、接触を切り替える。レジスターの操作は、一般に直接あるいはレバーを介して、ジャックガイドを手で動かして、行うため、レジスターを切り替えるためには、鍵盤から手を移動させなければならないが、18世紀後期には、膝レバーやペダルでレジスターを操作する機構を持つ、楽器も作られた。楽器に、 複数の鍵盤を備えることで、鍵盤ごとに異なる音量、音色を持たせ、それらを対比して用いる演奏が可能となる。複数の鍵盤を持つ場合、上下鍵盤のレジスターを結合する機構を備えることが一般的である。これには主に2種類あり、一つは引き出し型カプラーで、条件盤が前後にスライドするようになっている。条件盤を奥に入れることによって、 下の段の鍵盤に取り付けられた垂直方向の、くさび状の突起が、上の段の鍵盤の端の下に入る。この状態で、下段鍵盤を操作すると同時に対応する、上段鍵盤が連動する。鍵盤とカプラーの位置の選択によって、操作は、図号におけるジャック A、B と C、および3つすべてという選択肢を得る。図合、引き出し型カプラー。左、 非連結状態上鍵盤は、ジャック A を持ち上げ、下鍵盤は、ジャック B と C を持ち上げる。右、上鍵盤を奥に入れることによって、上下の鍵盤が連結された状態。上鍵盤は、ジャック A を持ち上げ、下鍵盤は、ジャック A、B、C をすべて持ち上げる。もう一つは、ドッグレッグジャックと呼ばれるもので、上鍵盤は、 犬の足型のジャックのくぼみに潜り込んでおり、下鍵盤を操作しても条件盤を操作しても、ジャック A は動く。カプラー式のように、下鍵盤からジャック A を使用する際に条件盤を回する必要がないが、ジャック A の使用を条件盤に限定することはできない。ズロク、ドッグレッグジャック。条件盤は、ドッグレッグジャックを持ち上げ、下鍵盤は、ジャック A、B、 死すべてを持ち上げる。これらの機構により、下鍵盤の強音と条鍵盤の弱音の対比を効果的に行うことができる。ルッカース一族の楽器に見られる二段鍵盤は、上述のような対比型二段鍵盤とは異なり、上下鍵盤が4度ずれた配置で、同一の弦を弾くもので、異常に使われたと考えられている。イタリアやフランドルのチェンバロの鍵盤は、 現代のピアノと同じく、ナチュラルキーが白ないし明るい木材の色で、シャープキーが黒いが、フランスでは逆にナチュラルキーが黒く、シャープキーが白い鍵盤が好まれた。ドイツのチェンバロやモダンチェンバロにも白黒の逆転した、配色の鍵盤が見られる。チェンバロの鍵盤は一般に、現代のピアノの鍵盤よりも奥行きが短い。これは、 当時の親指をくぐらせない運指に関係している。鍵の横幅は、イタリアやフランドルのチェンバロでは3オクターブで、約500ミリメートル程度で、現代のピアノに近いが、フランスのチェンバロの鍵は、横幅が狭く、18世紀フランスの典型例は3、オクターブで約477ミ、mm、リメートルである。16世紀のイタリアのチェンバロは C、EF 3か C、 EC3 の音域のものが一般的で前者の方が優勢であった。その後17世紀には逆に CEC3 が主流となる。これは CEF3 の最高音域はもともと通常の演奏には要求されず演奏に変化を与えるために用いていたものが後にその演奏習慣が廃れたためと考えられる。17世紀半ばから最低音が GG のものが普及し、18世紀には再び、最高音が F3 に達して FF、GG、AF3 や GG、AF3 のものが見られるようになった。しかしながら C、EC3 のものも依然として制作された。エンハーモニック鍵盤と呼ばれる、異名動音を引き分けるための分割された、シャープキーを持つチェンバロは、特に16世紀から17世紀初期のイタリアで多く、 作られた。ルッカースの一段鍵盤のチェンバロの鬼域は、ほとんどが CEC3 であるが、ショートオクターブではない半音階の低音を持つものも、わずかながら制作された。二段鍵盤の楽器は一般に、下鍵盤に CEF3、上鍵盤に CEC3 の鍵盤を有し、両鍵盤は最高音で揃えられて、同一の弦を共有している。したがって、 条件盤に対して、下鍵盤のピッチは4度低い。より音域の広い、下鍵盤が GGC3、条件盤が FF3 で、同様に、両鍵盤を最高音で揃えた二段鍵盤の楽器も作られた。この場合は逆に、下鍵盤に対し条件盤のピッチが4度低い。17世紀のフランスのチェンバロの音域は GG、BBC3 が一般的である。 ショートオクターブによってかける変化音のために最低音域の鍵のいくつかを前後に分割したものもある。18世紀の前半には GGE3 や FFE3 が普及し1760年頃から18世紀末のチェンバロの衰退に至るまで FFF3 がフランスのチェンバロの標準となった後期の楽器の中には おそらく視覚的なバランスを取るためにさらに EE を加えたものもある。18世紀のイギリスのカークマンと首里のチェンバロの音域は FFGGF3 が一般的であり、おそらく視覚的に左右対称にするために FF を書いている。1780年頃以降は通常通り FF が含まれるようになった。 カーアークマンの5オクターブより広い大幹の楽器は、1772年の FFC4 の2段鍵盤の楽器1台のみが知られるが、主ィは CCF3 の楽器を定期的に制作し、1765年から1782年までの日付を持つ12台が現存している。バージナル、スピネットなども、チェンバロと同様の発音原理による鍵盤楽器である。 ただし、チェンバロ、バージナル、スピネットといった名称は、歴史的には、曖昧に用いられており、厳密に区別することは難しい。イタリアのドミニクス・ピサウレンシスの、バージナル・フランドルのハンス・ルッカースのスピネット型、バージナル・フランドルのヨハネス・クーシェのミュゼラー型、バージナル・バージナルは、小型の発言鍵盤楽器で、弦が、楽器の長辺及び鍵盤と平行に貼られているものを、 刺す。特に長方形の楽器を刺すこともある。一般に、弦は一組のみで、手前に低音、奥に高音の弦が張られる。そのため鍵の全長は、低音で短く、高音で長い。バージナルという語は1460年頃のプラハの、パウルス・パウリリヌスによる記述に最初に見られる。語源に関しては、様々な説があるが確かなことはわからない。 バージナルという語の指し示す範囲は、しばしば曖昧である。エリザベス朝の頃のイギリスでは、バージナルという語は、発言鍵盤楽器全般を指していた。イタリアの多角形のバージナルは、スピネットと呼ぶことが多い。イタリア語には本来バージナルという語は存在せず、スピネッタやアーペコルドと呼ばれていた。イタリアのバージナルは、長方形、あるいは、多角形のケースで、 突き出た形の鍵盤を持つものが多い。フランドルのバージナルは、鍵盤が、本体の左側に位置するスピネット型と、右側に位置するミュゼラー型に分けられる。どちらも一般に長方形で鍵盤がくぼんだ場所に、位置し本体から突き出ない。イタリアのバージナルやフランドルのスピネット型の、バージナルでは弦を引く位置が、通常のチェンバロに近いが、ミュゼラーでは、 全域で弦の中央に近いところで弾かれる。このことにより、気温が強く倍音の弱い、独特の太くて暖かい音質を持つ。しばしば倍音を補うために、アルピコルドゥムという金属片によって、ざわざわした音を付加する装置が、テノールから、バスの音域につけられる。ミュゼラーでは、中引く音域のアクションは、楽器の響き板の真ん中に置かれるため、 この音域を弾くときの打鍵音が増幅される問題がある。加えて弦の中央付近で弾くためにまだ響いている弦の動きがプレクトラムがサイド弦に触れることを難しくしてしまい低音部の連打が難しい。このようなことからミュゼラーは複雑な左手のパートを持たない旋律と火星の組み合わせのような曲に向いているとされる。 ミュゼラーは16、17世紀には人気があったが、18世紀にはあまり使われなくなった。18世紀のある評論家は、ミュゼラーは低音部では若い豚のようにブーブーユーと評している。フランドルでは、大小2台のバージナルを組み合わせた、ダブルバージナルも作られた。フランスのミシェル・リシャールのスピネット・スピネットは、小型の発言鍵盤楽器で、弦が、鍵盤に対して、 斜めに貼られているものを指す。一般に、弦は一組のみで、鍵盤も一段のみである。典型的にはおおよそ三角形の形状で、右側板が湾曲している、ベントサイドスピネットを指す。ベントサイドスピネットは、特に18世紀のイギリスで、バージナルに代わる、家庭用鍵盤楽器として普及した。バージナルと同じく、スピネットという語の指し示す範にも、 しばしば曖昧である。イタリアでは、小型の発言鍵盤楽器全般を指して、スピネッタという語が使われた。フランスでは、エピネットという語はイギリスにおけるバージナルと同様に、発言鍵盤楽器全般に対して用いられた。クラビツィテリウムは、響き板と弦が垂直に、奏者の顔の前に来るように立てられた楽器である。同様の小スペース原理は、 後のアップライトピアノでも用いられることとなった。興味深いことに、現存最古のチェンバローはクラビツィテリウムである。クラビツィテリウムは、チェンバローの主流とはならなかったが、その後も、散発的に制作され続けており、18世紀には、フランドルのアルベルトゥス・ブランによって優れた、クラビツィテリウムが制作されている。4フィート弦のみを持つ、 一オクターブ高いピッチの小型の楽器もあり、オッタビーノと呼ばれる。ニュルンベルクのロレンツハウスライプのクラビオルガヌム。クラビオルガヌムは、シェンバロやバージナルオルガンと組み合わせ、両方の音を同時に鳴らすことのできる複合楽器であり、ヨーロッパ各地で制作された。現存する最古のチェンバロ。1480年頃作られた、作者不明のクラビチテリウム。 1397年のパドバの法律家によるヘルマン・ポールという人物がクラビ・チェンバルムと呼ばれる楽器を発明したと主張しているという記述がチェンバロについての最古の記述である1425年のドイツの民伝の大聖堂の祭壇の彫刻にはチェンバロとこれをそうする人が確認できる1440年頃にはアンリアルノード・ズボレがチェンバロと その発音機構の詳細な図面を残している。現存する最古のチェンバロは、1480年頃おそらくドイツのウルムで作られたクラビツイテリウムで、ロンドンの王立音楽大学に保存されている。制作者名と制作年代のわかる最古のチェンバロは、1515 15年から1516年に、フィレンツェのヴィンチェンティウスによって作られたものであり、 次に1521年のボローニャのヒエロニムスによるものが続く。イタリアのチェンバロの側板は薄く、ケースの外形は細長い。イタリアでは多少の変化がありながらも、18世紀末まで独自の様式のチェンバロ製作の伝統が維持された。1700年頃イタリアのバルトロメオ・クリストフォリがピアノを発明したが、ピアノは当時のイタリアでは 大きな影響を与えることがなかった。アルプスから北では1537年にライプツヒのミュラーによる作例が存在する。薄い側板のケースはイタリアの楽器と同様であるが、ずんぐりとした外形やボックススライドではない2枚構成のジャックガイドはイタリアの楽器に見られない特徴である。このような北ヨーロッパの初期のチェンバロは、かつては、 イタリアの楽器から派生したものと考えられたが、現在はむしろイタリアのチェンバロ制作の伝統が、北ヨーロッパに起源を持つ、可能性が高いと考えられている。フランドルでは16世紀末から17世紀前半にかけて、アントウェルペンのルッカース一族が、チェンバロの制作において、成功を収めた。ルッカースのチェンバロは、イタリアのものより厚い側板が用いられている。 ルッカースの楽器は高く評価され、後にしばしば改造を施されながらも各地で使われ続けた。そして他の地域のチェンバロ制作にも大きな影響を与えた。ルッカースのチェンバロが各地に輸出される一方で、北ヨーロッパの他の地域では、ルッカース以前からの北ヨーロッパの在来の様式によるチェンバロが制作されていたが、その後、18世紀のフランスでは、 ルッカースに習ったチェンバロが作られるようになり、18世紀、フランス様式のチェンバロは、フランドル様式の構造を受け継ぎながら、より広い音域と、優美な音色を持つことになった。有名な制作者としてはブランシェ一族や、パスカルタスカンなどが挙げられる。18世紀のイギリスでもカークマンや、ディの工房において、ルッカースの影響を受けたチェンバロが制作された。 カーアークマンとシュディのチェンバロの音は、フランスの楽器に比べ繊細さに欠けるが華麗で、力強い。チェンバロは18世紀後半から、より強弱表現に欠けるピアノに徐々に人気を奪われ、19世紀中は、ほとんど演奏されることがなくなり、楽器制作の伝統も途絶えた。19世紀末から、古楽演奏のために、チェンバロが復興され、 当時のピアノ制作の技術を応用して、チェンバロの改良が試みられた。このような楽器は現在では、モダン、チェンバロと呼ばれ、伝統的な製法のチェンバロとは区別される。1860年代半ばに、フランスのピアニスト、ルイディエメが、リサイタルに、チェンバロの演奏を取り入れた。彼は1769年生のパスカル・タスカンの、チェンバロを主に用いた。 1882年にこの楽器は修復され、その後パリのエラール社が借り受けて研究した。プレイエル社もタスカンの楽器を研究し、両社とも1889年のパリ、万国博覧会にチェンバローを出品した。ドイツでは、通称バッハ・チェンバローと呼ばれる楽器が、チェンバロー復興の参考にされた。この楽器の加検板に16と8、 条件版に8と4という歴史的なチェンバローでは特殊なレジスター構成が理想的なものとされモダンチェンバローに大きな影響を与えた。1899年にベルリンのビルヘルムヒールによってこの楽器に基づいたチェンバローが制作されている。1912年にワンダランドフスカの構想によりプレーエル社が 近代的なコンサートホールでの演奏に向けた新型のチェンバロを開発した。この楽器は鉄製のフレームを持ち、太い弦が高い張力で張られ、響き板の補強法はグランドピアノとほぼ同じで、ケースも頑丈に作られていた。下鍵板に16、8、4、条件板に8の構成で、レジスターは7本のペダルで操作された。プレイエル社の楽器は、 ドイツのチェンバロ制作にも影響を及ぼし、いくつかのメーカーは、プレール型のレジスター構成や鉄製フレームを採用した。1930年頃から、ドイツのチェンバロ制作は再び、バッハ型のレジスター構成に戻り、鉄製フレームは用いられなくなったが、以前としてそれは、歴史的な楽器とは大きく異なるものであった。ノイペルト、ビトマイヤー、シュペアハーケ、 アンマー、ザスマンなどのメーカーにより製造されたモダンチェンバロは世界各地に輸出され演奏家や聴衆の一般的なチェンバロのイメージとなった一方で20世紀半ば頃からフランク・ハバード、ウィリアム・ダウド、マルティン・スコブロネックなどの制作家により歴史的なチェンバロの研究がなされ伝統的製法の再現が試みられた。彼らの作る楽器は高い人気を博し、 他の多くの制作家たちも歴史交渉的な楽器の制作に転じた。現在では歴史交渉的な楽器が主流となり、ルネサンスバロック期の音楽を演奏する際にモダンチェンバロを用いることはほとんどない。一方、モダンチェンバロを前提とした音楽作品、例えばフランシス・プーランクのクラブさんと還元楽のための田園のコンセールなどは、 モダンチェンバロで演奏するのが妥当とされる。イタリアのチェンバロは、底板を基礎として支持材を組み、約4から6ミリメートル程度の薄い側板を貼り合わせた構造をとっている。ケースの素材には主に糸すぎ材が用いられた。一般にこの薄手の本体は、より頑丈なアウターケースに収納された。後に、単一の厚手のケースを持つ楽器も現れたが、 外見上は従来通りアウターケースの中にインナーケースが収められているかのように装飾が施された。これをフォルスインナーアウターと呼ぶ。現長は全音域の5、6程度まで、オクターブごとに倍になる自然な比率に従っている。そのため、ベントサイドは深くくぼみ、外形は細長い。鍵盤は一段鍵盤が一般的である。 弦列は16世紀には18または18、14の構成が一般的であったが17世紀以降は28が主流となった。これは通奏低音の演奏に適応したものと考えられる。16世紀の楽器や文献は高音域で鉄弦が使用されたことを示唆しているが17世紀以降は全域で真中弦を使用することが一般的となった。 ジャックガイドは上下2枚構成ではなくボックススライドと呼ばれる単一の厚みのあるものが用いられる。レストプランクの幅は高音域で狭くジャックの列は斜めに並ぶ。響き板の裏側は数本のリーブがブリッジの下を横切って取り付けられることが多い。イタリアのチェンバロの音質は減衰が早く歯切れの良い音が特徴である。 フランドルのチェンバロ政策では、アントウェルペンのルッカース一族が重要な役割を果たした。ルッカース一族の工房は、ハンスルッカースが1579年にアントウェルペンのセール下のギルドに加入してから、約1世紀にわたってアントウェルペンのチェンバロ政策を支配した。ルッカースのチェンバロは、厚い側板を上下の内部補強材によって連結した枠組みが、 構造の基礎となっており、底板は後から取り付けられた。ケースの素材にはポプラ材が用いられ、側板は約1 4ト、mm、ル程度の厚さを持っている。高音域の幻長が長めで、低音域の幻長は抑えられており、イタリアのチェンバロンよりもずんぐりとした外形をしている。高音域は鉄弦、低音域は真鍮弦が使われた。 標準的な弦列構成は18、14で、8にはバフストップを備える。音域は通常ショートオクターブの C、E から C3 までの4オクターブである。プラッキングポイントはナットに近く、一段鍵盤のルッカースのチェンバロの8のプラッキングポイントは、ほぼ18世紀フランスのチェンバロのフロント8に相当する。ブリッジは、 イタリアの楽器のものよりも大きく、響き板のブリッジの下にはリブを持たない。8のブリッジと4のブリッジの間の響き板の裏側には4のヒッチピンにかかる張力に耐えるための補強として4、ヒッチピンレールがある。4のブリッジの手前の裏側には斜めにカットオフバーと呼ばれる細長い棒が取り付けられ、カットオフバーによって区切られた三角形の領域がリブで補強されている。 ルッカースのチェンバロの音質は、イタリアのものとは明らかに異なり、響きが長く持続する。ルッカースは2段鍵盤のチェンバロも制作したが、これは上下で4度ずれた、配置の鍵盤で、同一の弦を弾くものであり、4度の異調を容易に、するためのものであったと考えられている。通常、CEF3 の多鍵盤が、 C, E, C3 の上鍵盤と最高音で揃えられており、下鍵盤では条件盤より4度低い音が鳴る。また、下鍵盤のプラッキングポイントは条件盤より、マットから遠い。ルッカースのチェンバロは規格化された、いくつかのサイズで製作され、装飾も規格化されている。外装は、大理石を模した柄や、鉄体模様が描かれ、内装は文様を印刷した紙が貼られた。 響きいたおび、レストプランク表面は、花や果物、鳥、昆虫、エビなどが、テンペラ画によって描かれた。このような響きいた装飾は、イタリアの楽器には見られない特徴である。ローズは、鉛と鈴の合金で鋳造され金箔が貼られた。ローズの衣装は、ハープを引く天使で、製作者のイニシャルが左右に配される。蓋の内側は、文様紙が貼られ。 ラテン語の格言が書かれるのが標準的だが、高級なものは画家により絵画が描かれた。ルッカースのチェンバロは合理的な製法により量産され、近隣諸国に大量に輸出されたが、後に時代の要請に従って多くのルッカースのチェンバロは改造され、現存する楽器でオリジナルの状態にあるものは極めて少ない。音域の拡大、 弦の増設、一段鍵盤や一応二段鍵盤の楽器の対比二段鍵盤化などが行われ、時には響き板及びケースを拡張する大規模な改造も行われた。このような改造はフランス語でラバルマンリベールメントと呼ばれる。改造が盛んに行われた背景には、ルッカースの楽器が高額で取引されたことがある。改造されたルッカースの楽器は、 他の新しい楽器の数倍の値段で取引されたため、ルッカースの改造楽器を装った岩作も作られた。18世紀のフランドルの有力なチェンバロー製作者としては、ドゥルケン一族が知られている。ヨハンダニエル・ドゥルケンの製作した楽器は少なくとも8台が知られている。彼の楽器の多くは5オクターブの音域で、28、14の弦列を備える。 二段鍵盤の楽器では、ドッグレッグジャックを用い、しばしば条件盤に、ナザールのレジスターを備えている。ヨハン・ダニエル・ドゥルケンの1745年の楽器をモデルとして、現代の制作家、マルティン・スコブロネックが1962年に制作したチェーンバロは、グスタフ・レオンハルトが多くの録音に使用したことで有名である。17世紀のフランスのチェーンバロの構造は、 イタリアとフランドルの中間的な特徴を示し、音質的にも両者の中間に位置する。このような特徴を持つチェンバロは北ヨーロッパの広い地域で制作されていた。フランスでは17世紀半ばから2組の8弦を独立して演奏できるカプラー式2段鍵盤のチェンバロが発達していた。フランスに 典型的な技法である右手と左手で同じ音域を重ねて弾くピエスクロワゼはこれによって可能となる。17世紀には掛け板をスライドさせる形式のカプラーが用いられていたが、18世紀になるまでには条件盤をスライドさせるようになった。18世紀のフランスのチェンバルはルッカースに大きく影響を受けている。フランスの製作家たちは、 ルッカースの楽器の改造を通じて、その設計を学んだものと考えられる。標準的な18世紀フランスのチェンバロの構造は、ルッカースの設計を踏襲しつつ、より大型化したものであり、カプラー式二段鍵盤を備え、上鍵盤が18、下鍵盤が18、14で、音域は5オクターブに達する。このような18世紀フランス様式のチェンバロは、 現代のチェンバロ制作のモデルの主流となっている。ドイツでは古くからチェンバロの存在が確認できるが、17世紀までのドイツで制作されたチェンバロはわずかな数しか現存していない。18世紀のチェンバロもイタリア、フランス、イギリスなどに比べると現存するものは少ない。18世紀ドイツのチェンバロ制作にはいくつかの流派が存在したが、その中で ハンブルクの楽器が比較的多く現存している。ハンブルクで活躍したチェンバロ製作者としては、フライシャー一族とハス一族が有名である。ハンブルクのチェンバロの構造は、フランドルの楽器のように底板の上面に側板が接合されているが、アッパーブレースはなく、底板からライナーまでの深さがあるブレースが、ベントサイドからスパインにかけて横切っている。外見は、 S, S 字型のベントサイドが特徴的である。ハス一族のチェンバロには16ヤニのレジスターを備えたものも現存している。ベルリンのミハエル・ミート家のチェンバロは、ヨハンゼバスティアン・バッハが、経典宮廷で使用したチェンバロがミート家のものであることから、現代のチェンバロ制作のモデル楽器として人気が高い。16世紀から17世紀にかけてのイギリスでは、 多くのチェンバロのための楽曲が生み出されたが、現存する当時のイギリス製の楽器は少ない。現在知られるイギリスのチェンバロは主に18世紀以降のもので、ジェイコブ・カークマンとバーカット・シュディの二人の制作家が有名である。彼らの楽器は、ルッカースの流れを組む設計で、華麗で力強い音質が特徴であるが、現代のチェンバロ制作のモデルとしてはあまり用いられていない。 二段鍵盤の楽器では、ドッグレッグジャックを用い、条件盤に、ナザールのレジスターを備える。18世紀後半には音量を変化させる仕組みとして、マシンストップと呼ばれるペダルによって、レジスターを操作する機構や、オルガンのようなスウェルシャッターを、ペダルで開閉する機構を持つチェンバロも作られた。20世紀初頭のチェンバロ復興とともに、 チェンバロを近代化するべく様々な改良を試みた重構造のチェンバロが制作されるようになった。現在ではこのようなチェンバロは歴史的なチェンバロやそれらに準じて制作されたチェンバロとは区別してモダンチェンバロと呼ばれる。モダンチェンバロは20世紀半ば過ぎまでチェンバロの主流であったが歴史的なチェンバロが見直されるようになったため 現在では用いられることは少ない。一般にモダンチェンバロは近代的なピアノのように底が解放された構造をとっている。ケースや響き板は厚く頑丈に作られており、中には金属製のフレームを用いるものもある。プレクトラムには主に革が用いられ、ジャックには調整用のネジが備えられている。レジスターはペダルにより操作され。 演奏中に自在に切り替えることが可能である。また歴史的なチェンバロでは、稀な16の弦列を備えているものが多い。初期の鍵盤楽器音楽は、楽器の指定がないことが普通で、チェンバロ、クラビコード、オルガンなどで演奏される。現存する最古の鍵盤楽器音楽とされるのは、14世紀のロバーツブリッジ社本である。ルネサンス時代には、イベリア半島で、 アントニオでカベソンをはじめとする作曲家により、ティエントや、ディフェレンシアスなどの鍵盤楽器音楽が栄えた。ディエゴ・オルティスは、変装論、トラトタド・デ・グロシズで、ビオラ・ダ・ガンバとチェンバロの合奏について述べている。イギリスでは、ウィリアム・バードや、ジョン・ブルなどの作曲家たちにより多くのチェンバロ曲が、書かれ、フィッツ・ウィリアム・バージナル・ブックなどの趣向で残されている。バロック時代には、 イタリアで劇的な感情の表出を重視したモノディ様式が生まれ、チェンバロは通奏低音のための楽器として重要な役割を担った。鍵盤楽器音楽においても劇的な表現が追求され、ジローラモフレスコバルディはトッカータ州第一巻の序文において厳格な表紙にとらわれない情感に応じた自由な演奏を要求している。18世紀には ナポリ出身のドメニコスカルラッティが、ポルトガル王女のバルバラでブラガンサに、音楽教師として使え、5 5 5号のソナタとして、知られる個性的なチェンバロ曲を残している。一方、ルイ14世時代のフランスでは、ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエールや、ルイ・クープランをはじめとする作曲家によって、リュート音楽の延長上に、チェンバロ音楽が栄え、スティル・ブリゼと呼ばれる。 分散奏法や繊細な装飾音を多用した優美な作品が多く生み出された。中心となるのはアルマンドやクーラントといった部曲であり、これらを組み合わせた組曲はバロック時代のチェンバロ音楽を代表するジャンルの一つとなった。フランスのクラブさん音楽は18世紀前半、フランソワ・クー・プランやジャン・フィリップ・ラモーラの時代に繁栄の頂点に達する。 彼らの作品においては古典的な舞曲に代わって描写的な表題を持つ作品が主体となっていった。その後、ジャック・デュフリア、クロード・ベニーニュ、バルバトルラを排出するもののフランス革命の勃発により打撃を受けてフランスのクラブさん音楽は終焉を迎える。ドイツのチェンバロ音楽はイタリアとフランス双方の影響を受け、 さらに北ドイツオルガン学派の伝統が加わる。ヨハンゼバスティアン・バッハの作品には、それらの様式の高度な総合が見られる。バッハの息子や、弟子の時代にはクラビコードが流行し、さらにピアノがそれにとって変わっていった。通奏低音にチェンバロを用いることはオペラにおいては19世紀まで残存したが、19世紀を通じて、チェンバロは、 実質的にピアノに地位を奪われていた。しかし20世紀に入って、古学復興運動により、再びチェンバロが演奏されるようになると、様々な音色を求める中で、チェンバロに目を向ける作曲家も登場した。アーノルド・ド,ドルメッチの影響のもと、イオレット・ゴードンウ、およびフランスでは、ワンダランド・フスカが、チェンバロ最高の最前線で演奏を行った。 チェンバロー競争曲が、プーランク、ファリア、ベルトルト・フンメル、グレツキ、グラス、ロベルト・カルネバーレなどによって作曲され、マルティヌーは、チェンバローのために競争曲とソナタを作曲し、カーターの二重競争曲は、チェンバロー、ピアノと二つの室内オーケストラのために書かれている。室内楽の分野では、リベティがいくつかの独奏曲を作曲しているほか、ュティーレ・サイテーションズは、 チェンバロ、オーボエ、タブルバスとパーカッションのために書かれている。その他、ショスタコービチは、ハムレットでチェンバロを用いている。シュニトケはオーケストラ用作品でしばしばチェンバロを用いている。日本の作曲家が取り組み始めたのは、戦後になってからであり、その数も多いとは言えないが、竹光透の、夢見る雨などが生まれている。 チェンバロ奏者でもあるヘンドリック・ボーマンは17世紀、18世紀の様式に基づいたチェンバロ独奏曲、チェンバロ競奏曲などを作曲している。現代では、チェンバロ、もしくはシンセサイザーによる類似の音色がポピュラー音楽でも用いられている。代表的な例としては、BG's ーー、ローリングストーンズのイエスタデイズ・ペーパーや REM のハーフ。 A イワールドアウェイ、エマーソン・レイクパーマーのタンクが挙げられる。また、イージーリスニングにおいては、ポール・モーリアがチェンバロー好んでもちいたことで知られる。ありがとうございます。